はい、どうも皆さん、お疲れ様です。Life is Strange True Colors、今回も続きの方をプレイしていきたいと思います。エピソード1が終わったんですけど俺がも、思うに、非常に衝撃的いいバーなテンダーの条スト件ーリーと展は、開だったんですけど寡も、黙で聞き上手であることだ。その点じゃ、ゲイブは誰よりもダメなやつだったな。昔、スピード違反で、あいつのこと捕まえたんだ。チャリのな。入試用の小論文、よく見てくれたわ。そんなの、書いたことなかったはずなのに、ゲイブは。ゲイブからライブしに来いって言われてさ、そのおかげでシアトルからここまで来る羽目になって。ゲイブは面白いやつでな、よく笑わせてもらった。今日はそのうちのいくつかを紹介しよう。親しい人同士でやる ま感ずじはが2ね、年前のことじゃ。すごく気持罰ち的金をに払わせるな。はずだったのに、気づけばなぜかビールをおごってたよ。あいつさ、ライブの間ずっとニヤニヤしてて、あの顔がなぜか忘れられないんだ。つまり奴はずーっと勘違いしとったんじゃ。5つ目は、誰にでも優しかった。一緒にいるだけで明るい気持ちになれた。世界で一番のほら吹きじゃった。一生忘れない。はじめこそよそ者だったが、あの男も今では家族だ。この世を去ってもな。この辺にしておこう。悲しいことだが、あの夜のことは不幸な事故だ。今できるのは、俺は不幸な事故なんかじゃない。おい、まだ終わってないんだぞ。俺の衛星電話を使ってゲイブがちゃんと逮捕に連絡したんだ。でもあいつら無視したんだ。それであんなことに。ちょっといいか。あの日は俺が当直だったが、電話はなかった。一度も。嘘だ。アレックスも電話したのを見たはずだ。なあ、感情が出てる。そうだよな。確かに電話してた。お前の話と食い違ってるようだな。そう言われてもな。嘘はついてない。疑うなら好きにしろ。まさか、まあ、落ち着け。まさかまさか。この件は捜査中で、今はお前あの日ゲイブといろいろあったんだ。おお、はい、マジかマジか。レコード屋でも血眼になってゲイブを探してたよな。なんで探してたか当ててやるよ。アイリーの件だ。違うか。おい、黙れよ。その後、ボコボコにされてゲイブの部屋から出てきたお前も見た。おい、そんなことがあったお前にたまたまあの電話を見逃したなんて言われてもな。だから電話なんてなかったって言ってるだろ。てか電話したってのが嘘なんじゃないのか。
あいつそんなに信用できるやつじゃなかったしな。おい、ふざけんじゃねえぞ。そこまでだ。何があったか知りたいのは俺も同じだが、今日のところは止めないでくれ。ゲイブを嘘つき呼ばわりしやがって許せねえよ。違う、俺はただ、もしもう一度ゲイブのことバカにしやがったらただじゃおかねえからな。やめて。あらあらあら、こういうことか。こんなことするために集まったの？そうじゃないでしょ、わかってる？ああそうだよな。でも俺はただ、感情が今ので沈んだんだね。俺が死なせたわけじゃない。どうだかな。おい、てめえ今なんて言った？あ、任せちゃ。よせ、おい。聞いた話じゃ、ゲイブが死んだ原因はお前が。おい、いい加減にしろ。いや、言ってみろよ。言いたいことがあるんだろう。聞いてやるよ。お前ら、その辺にしとけ。いいや、変に疑われて黙ってられるか。ゲイブが死んだのは俺のせいじゃない。お前がロープを切ったからだ。これはなんかちょっと裏がありますね。まあ確か話は食い違ってるからな。まだやるか。いい加減にしろ。ほら、解散だ。ねえ。何？ひどかったね。だね。大丈夫？おお、三択だ。うん。まあ今のところは。辛いなら無理はしないで。その汚いけどちょっと上がってく。うん。二人は大体同年代とかなのかな、年齢的に近いのかな。ギター弾くの？まあね。あの日にもらった、兄さんから。そう。ゲイブが店の前でウィリー練習してたのを思い出すな。あいつさ、派手にこけて死ぬほど笑ったんだよね。ラープもめっちゃ楽しみにしてた。イーさんのためって。自分が一番燃えてたくせに。兄さんらしい。だね。この写真。去年撮ったんだよね、これ。うん？
マジで。あいつ。ステフ、取ってあったんだ。あら。バーグ。感情が出てる。青い感情だ。悪いけど、少し一人にして。うん、わかった。なんだなんだ。これちょっと急に来るからちょっと怖えな。落ち着け私。絶対大丈夫。これは怖いな。ステフがああなったのはあのボトルのせいだ。それならイーサンの時と同じ方法を使えばなんとかできるかも。よし、じゃあまずはステフの感情に触れてみよう。彼女の方も心配だな。あれね、あの瓶。テーブルサッカーチャンピオン。なんでこれで悲しくなるの？いきます。ちょっと怖いけどね。入れました。雨だ。これは当時の状況に戻ったって感じか。それぞれのこれでステフの思い出に触れられる。これか。なんてバンドだ。ドントシットオンマイヤードだよ。ギタリストの腕が一本しかないんだ。すげえな。感情が動いてるのは二つか。このサッカー台がなんかある。もう諦めな。バスも予約したし。いや、もう一戦やろう。俺が負けたらバス代をおごってやる。勝ったら町に残れ。よっしゃ、バス代いただき。いや、もう一戦やろう。俺が負けたらバス代をおごってやる。あとは何かあるか。で、ああまだあるわ。2、3箇所あるわ。これは？くそ！お前のキャラ強すぎだろ。はいはい。好きなだけ言い訳しな。勝つまでやるぞ。もう諦めなよ。で、あのボトルだ。試合終了。ステフを制したゲイブ・チェン、初代チャンピオンの座を勝ち取りました。もう最悪。なんでこんな街に残る羽目に。ここに残りたくてわざと負けたんだろ。分かってるよ。うるさい。すごく悲しんでる。助けられるかな。こんなところか。ドア大丈夫そう。うん、よし、話してみよう。ステフ、ごめん。もうちょっとだけ一人にさせて。分かった。うん。うちにはいけない。ステフが悲しんでる理由を見つけなきゃ。ここ見たもんね。これも触って、あとは何かあるか。あ、これだ。仕事ゲットおめでとう。あれ、言わなかった？仕事は断るよ。デンバーに引っ越すし。は？マジで？事情は大体分かった。なるほどね。まだ信じられないよね。うん、
あいつがいたから。ねえ、ごめん。今は。よかったら大のレーサーで対戦しない？気が晴れるかもよ。やめとく。ダメだったか。これ違うんだ。あー、レコード、飲み物、これか。勝負しない？ゲイブとも遊んだな。おお、これか。え、ボロ負けしたんじゃない？まさか。でも今はちょっと。五点選手？わかった。お、何これ？L2。ねえ、兄さんとはよくやってたの？うん、しょっちゅうやってたよ。じゃあ強いんだろうね。さあね。OK。バンドをやってたんでしょ？うん、よし。担当は？ドラム。ドラム歴は長いの？よし。うん、かなりね。さあ。実はね、これ得意なんですよ、これ。オッケー。よっしゃ、勝った。まあ、しょうがないね。全力出した結果だしね。全力じゃなかったって意味なんだけど。ああ、ごめん。まあそれもそうか。本気ならステフが負けるわけないもんね。ふん、生意気言うじゃん。いや、ごめん、ただの冗談。でもこういうことやってると気が紛れるんだよね。行くよ。待てやんの？ほら、今度はマジで行くからね。油断すんなよ。するわけないっしょ。よし、絶対集中切らさないでよ。あ、やべ。はいはい。やばい。ちょっと待って。北西部最高のバンドは？まさか気をそらそうとしてる？誤解だってば。ここここよし。ちなみに答えはスリーターキニーね。あっ。おい、これちょっと待って。オッケー。あ、ちょっと待って。苦戦してるぞ。オッケー、オッケー、オッケー。いいよ。ここここよし。オッケー、ここ危ねえ。よし。逆転勝利。くそ、あ、勝った。マジで本気だったんだけどな。いや、ちょっと待って。
もう一回やろう。この一回に勝利した方が真のチャンピオンね。いい？どうしよう。やろうよ。ゲイブだったら 100% 受けるはずだよ。わかったよ。マジやんの？いいよ、楽しいからいいけどさ。よし。行くよ、最終決戦。すごい気合。安心してないで、気合入れて集中した方がいいよ。わかってる。男と女、どっちが好き？ああ。どっちでもいいかな。タイプならだけど。タイプって？そのうちわかるんじゃない？オッケー。上見て。引っかかる確率どれぐらいだと思った？30% かな。うわ、高っ。オッケー、よし。ここ。くわ、よし。おれ。あぶね。ここ。あ、ミスった。やばい。やべえ負けたよ。ステフの勝利。ルルルルルチェン兄弟敗れたり。これね、指が追いつかないな。考えちゃうな。これ面白いな。このミニゲームひたすらやれるわ、はい、お疲れ。ゲイブと違って悔しがったりしないんだね。つまんないやつでごめん。これで感情は救われたかな。これからどうするの？何が？マックのことだよ。どう見ても嘘ついてる。バレバレの嘘だったよね。あんな嘘普通つかない。うん。まずはあの夜何があったのかはっきりさせなきゃ。泣き寝入りはしたくない。そうだな。手伝わせて。私にも。うん、頼りにしてる。仕事に戻るよ。うん。じゃあね。じゃあ。この選択でよかったのかな。もうむしろ俺テーブルサッカーの方に熱中してしまいましたけど。まあいいことでしょうね。兄さんは絶対電話した。マックはわざと爆破を止めずに見殺しにしたってこと？綺麗にする。私だってやればできるんだから。さてさてさて、上の階に。触れるもんがいろいろあるよ。シュシュ、いつも一緒にいてくれてありがとう。写真ね。ライリー。ライリー大喜びしてる。難しい試験を突破したんだから当然か。すごいな。バック。兄さんと一緒に過ごしたあの日、うん、もうずっと前のことみたい。乾杯する気分にはなれないな。よし。
綺麗な食器、うん、ちょっとだけ気が紛れた。こういうところで細かく選択肢があるからね。また落ち込んだ時はよろしく。これで凛先生も文句言わないでしょ。ほうきがある。兄さんとのいい思い出になった。ほうき。最高に楽しかったよ。兄さん、ありがとう。ほんと仲良かったんだな。こんなところか。チェン兄弟は不滅だからね。兄さんと滑りに行ったら楽しかっただろうな。雪に突っ込む兄さんが目に浮かぶ。バーテンダーとして兄さんの後を継ぐのはなんだか荷が重そうだな。ありがとう。出る。上の階に行くっていうのがあったよね。上の階に。あ、ここに出るんだね。風が答えを運んできてくれればいいのに。これも早く片付けないと。鳥はいない。感情が動くものはない。あ、ここから湖を一望できるんだね。湖って言ったらいいのか。あ、でも湖ですね。ターゴルフ。兄さんとなら楽しめたかな。へえ。バッチ。もうボロボロだね。これステフがやってたバンドの名前？結構いろいろありますね。グリル。兄さんとやったのかな。グリルだ。この街を愛してたんだね。こういうグリル、僕は。昔オーストラリアに行った時こういうのをやった気がしますね。こんなのを飾るくらいなら空を見ればいいんじゃないの。まあ、本当にこういう雰囲気でしたけど。さて、太陽とつこんなのを飾るくらいなら空を見ればいいんじゃないの。よいしょ。じゃあ部屋の外に出ますかね。はい、というわけでね、皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回はここまでとなります。次回はこの続きからプレイしていきたいと思うので、楽しみにしておいてください。お疲れ様です。